じゃあさ、俺と付き合っててさ、一番さ、思い出に残ったこと言ってよ。え、悪いことでいい。まず悪いことから。度重なる浮気。ここ引っ越してきた時の、うん。に、初めてバレた浮気は、もう本当に、一生忘れないと思う。じゃあ今謝るわ。どんな浮気、どんな浮気した俺。いや、まあ、細かくはあれだけど、いや、言っていいよ。いや、ほら。ん？え？仕事？え、なんか、ことがあったからさ。ああ、うん。あの、ね、私もいろいろ頑張ってた時に。俺が言うわ。いや、もう違う。いや、私が言いたい。いや、俺が言う。それは、ゴルちゃんがすごい仕事頑張ってる時に、それの隙を利用して俺が、ほんとごめんなさい。なんか、すいませんでした。え、でもね。違う、それだけじゃないじゃん。なんか全然さ。うん。今ちなみに弊社のゴルだから。うん。私じゃない。うん。なんか出かけられなくて。ね、なんか、ねんちゃんが。なんか久しぶりにすき焼き食べたいとか言い出してなんか、ああ久しぶりに何それで、なんか私も嬉しくていろいろ調べて、ああここ美味しいんじゃない、ここ美味しいんじゃないって言ってたら、うん、それがね、そのクラブで会った女の子と行くお店まあでも過ちはあるよね。人ってやっぱ過ちをする生き物じゃん。いやでも結局それはいかなかったもんね。でもそれは私が先に見つけたからな。おめえがその携帯見たのは、そう犯罪だよ、おめえの。俺でもほんまに謝らせたよね。逆切りしたよね。はい、ゴロちゃんが今日も犯罪を犯しましたみたいな。でもゴロちゃん聞いて、ほんと。もうね、なんていうのかな。あれはさ、なんていうのかな。これね、言い訳になっちゃうんだけど、本当はするつもりないんだよ。実際してないんだよ、俺は。いや、してないんだよ、俺は。いや、それは結果論だったじゃん。だって、いや、でもしてないんだよ。してないんだよ、俺は。うん、結局。だって、友達と遊ぶって言って、その友達にさ、じゃあ電話して確認してって言ったらさ、別にその日遊ぶ約束してないって。あいつ、ほんと空気読めてんでしょ。まっちゃんにさ、俺がさ、やべえ、また、まあ、その、ちょっとね、その、浮ついた気持ちでさ、ね、女の子とちょっとなんか、遊ぶな、みたいな時にさ、俺がやべえと思って友達待ち合いに電話したんだよ。おめえこの日俺と遊ぶ約束してるよな、って。普通なんかそういう空気読むじゃん。なのにさ、うん、してないよ俺。あ、いや、してるじゃん、してるじゃん。ねえねえ、待ち合いしてるじゃん。いや、してるしてない。それは、純ちゃん間違ってる、みたいなね。ちゃんちゃんってなったよね。電話切った後。でもね、俺でもエッチとかほんとしてない。いや、そういう問題じゃない。なんか、私に嘘をつくのかも。いや、嘘もついてないんだよ。俺だって、結局。だって、その人と遊ぶって言って、結局は違う女の子と遊ぶ。それは嘘じゃん。でも最終的にちゃんと言ったもん。言ってないよ。私が気づいたから。だって、私その日に、だってさ、その友達がここに泊まりに来るから帰ってって言われたの。家に、うん、またまた。言ってたよ、本当に。本当に嫌わ。俺、でも、まあね、そういう話もあったけど、全部仲直りしたもんね、結局は。俺がやらないっていう風になって、ね。許してはいないけど。ね。その、ね。ちゃんと、あれしたんだよな。更生したんだよな。今は、だからもう全然そういう人間じゃないけど。逆になんか、まあ、その悪い話ばっかりじゃなくて、いい思い出も語ろうよ。良い思い出。良い思い出いっぱいあるじゃん。楽しかったじゃん。めっちゃ。俺と付き合ってめっちゃ楽しかったでしょ、正直。それほんと教えて。楽しくて楽しくてしょうがなかった、うん、俺もう楽しくてしょうがなかったもん。二人でさ、映画作るべ、みたいな感じでさ、ドクター、俺、あれで、ゴロちゃんと二人で、映画作ったことあるよね。空港で再会して、キスするっていうね。あれ最高の映画だったよな。嫌いな人教えて。正直言っていいよ。うなちゃんま、なんで嫌いなの、キモいから。なんか全部が合わない。あとだね。あとは、
分からん。言って。高田圭司。あとは？あとは。全部言っていいよ。石川さん。石川なんで嫌いなの？なんで嫌いなの？いや、なんか、ニコ生やめなよって思う。あ、うん、思っちゃう。なんで？なんか、怒っちゃうから。まあ、キャラクターとかもあるだろうけどね。そういう。まあ、それは私は分かんない。そうそうね、まあ。そういう風に撮る人もいると。あとは誰なの？うなちゃん、まあ、高田健司、石川のりゆき、あと誰？生の石川だったらそんなのか。あと、いや、違うな。誰？言っていい？全部、頭に上がったって言って、教えてよ。いや、それぐらいか。いや、あとは、なんか、動画の投稿者。で、動画投稿者、誰？なんか、ゆごいちさんとか。誰それ？なんで嫌いなの？うし、俺名前も知らない。誰やそれ？ゆごいちさんって誰？なんで嫌いなの？なんか、私、スプラトゥーンの動画。うん。見るじゃん、うん、スプラトゥーンめっちゃ上手な人だったんだけど、うん、なんか気持ち悪くてなんで、なんか公式に呼ばれたかなんかでちょっと忘れちゃったけど、うん、なんか今から原宿行きます誰か会う人いませんか、誰か来る人いませんかみたいなのをなんかずっとツイッターでつぶやいたりしてて、うん、お前なかなかいいセンスしてるね。やっぱそういうのちゃんと嫌悪感抱くんだ。お前俺の視聴者になれるよ。あとは誰？じゃあもう正直に言ってよ。全部俺の責任になるんだから。おめえの悪口、これに関しておめえが責められたら俺全力で守るから。あ、ちょ、名前、正確な読み方がわかんないけど、浩平さん？浩平さんなんで嫌いなの？浩平さんうちの込みでめちゃくちゃ人気だよ。あ、気持ち悪い。見た目が？いや、なんかいい歳してないんだけど。正解。あとは。え、浩平さんどこが嫌いかちょっと教えてごらんよ、俺に。先生に。だから、向いてないんじゃない？で、おめえが、上から目線で、浩平さんにごらん。いや、だから、本当に嫌だって思うんだったらやめればいいのになって思う。え、見た目とかじゃなくて、単純にスキルの問題で向いてねえなって思うの。なんか、そう、なんか、やめたらって思う。やめたらって。うん、もう、浩平さんに多分届くから。神社の、その、仲いい女友達が言ってたよって。あ、そうなんだ。